みなさん、こんにちは。ツッコミゴードです。みなさん、この寒い時期をどう過ごしでしょうか暖かくしてますか暖房だけじゃ足りますかなんか、ただ暖かくなりたいんじゃなくて、暑くなりたいんですよね。体内から湧いてきて自分を燃え尽くしてくれるホットな恋愛を経験したくありませんかなら、一緒に体験しましょう。この場で、ネットフリックスの、えっ、ー、と、 地地獄獄島島ここは地獄島です日本語版んなんだよ <laughs> 地獄島本当はね「シングルズ・インフェーノ」っていうんだね。インフェルノーが分かるよね。まあ暑いとこ。まあ地獄も暑いよね <laughs>。じゃあ「正熱地獄島」にしましょう。もっと正しく言うと「君のじいちゃんちの障子神よりも薄っぺらな性格を持った美男美女がイチャイチャするだけの番組です。番組をまだ見てないのにその決めつけは厳しすぎる とではい、すいません。確かにそれはそうです。では、一緒にシングルズ・インフェルノを一緒に見たいところですが、著作権がですね、合同の批評よりも厳しいんですよ <laughs>。なので、番組の映像や音声をできるだけ控えさせていただきます。この番組もっと見たい方は、ネットフリックスでご覧になってください。あ日本語の吹き替え版を見るつもりでしたが、 自分の吹き替えをつければ著作権のこと大丈夫になるのかなやってみるここに2つの島があるおおめっちゃ綺麗やや職業も年齢も伏せたまま相手の魅力を見極めるその魅力を期待できるのでしょうか地獄島ね 地獄島島を脱出すすれば天国島へ行けますあそっか地獄島とでん天国島があって何脱出どうやって脱出サバイバルゲーム何二人で脱出してえー、とまあいわゆる高級ホテルで一応一応できるという番組なんでしょうかここはジャングルみたいだ世界一ホットな地獄ソロ地獄だってこのシムか え、普通にいい島じゃない <laughs> 燃えてきたぜ。え、いいんじゃないこ,ここで。えっ、ー、と、これから番組に出てくる美男美女たちにお伝えしたいことがありますが、えっ、ー、と、高級ホテルじゃなくても、多分この島で、この地獄島でも、あの、思い存分イチャイチャはできると思いますんで。 うん、<laughs> はい。なるほど。こうやって一人ずつ紹介して、で、これから島で何をしていくかみたいな感じだな。イケメンじゃないわからん。誰もいないあ。イケメンや。きっか,えか,か鍛えてるね。あ、そっか。俺、吹き替えし,してないとダメ。俺はジム・ヒュンだ。いや、ここにホペがついてますんで。うん。あ,あと、筋肉ありますよ。たっぷり筋肉つけてきました。 おおし私のお尻です。はい。えっ、ー、と。ね、はい <laughs> じ。鏡で自分を見るのは大好きなんです。まさに女なんていらない。自分の肉体があれば、私はそれで性的に興奮できます。洗濯とか字はできる。きテニス。おぼっちゃめやな、こいつ。飛ばしていこう、飛ばしていこう。女の子来たよ。思うけど、思うけどさ、さっきさ、 一番、そうこの、登場人物が映るシーンは、なんで階段を降りるとこにした足元見ないとダメじゃん <laughs>。え、多分みんな前が見たい。なんか下向いてったらあかんと思って、みんな前に目を向けようとして、ちょっと階段の降り方が雑になるんではないかと。まあ、どうでもいいことね。はい、すいません。 まあまあまあ、俺のタイプじゃないから飛ばしていこう。さて、成形した花でしょうかね。この人も鍛えてる。みんな鍛えてるね。鍛えてないと、思うこの番組に出られないね。お尻ですと思、どうも。あ、皆さん、こんにちは。私は生まれた時から半袖でしたお。かっこいいよね、顔。男って感じの顔。鍛えてるね。あ、おいしい。あ、こいつがいい。この人がいい。 <laughs> 顔だと結構かっこいいけど歩いてるとなんかなんか違う背が高そうですねドレスいやー無人島に向いてない服そうですねお姉さんお肌がちょっと黒い綺麗いじゃない俺,俺のタイプあるかなこの番組俺のタイプ出てきてほしい何でもやってるバスケ陸上柔道強い大抵のスポーツは いやもう男はいらないじゃん。あまたお坊ちゃまきた。アイドルみたいじゃない？アイドルみたいじゃない？ピュアで純粋の目をしてる女性が好きらしい。はいボクシングやってるね。ななにになにまた島に合ってない服装ですね。キャッカー。 天然で明るいらしいです。おーおーだが、俺のタイプじゃないな。俺のタイプでってこんお、なんか来たよ。あ、こっちの方が綺麗自分的。自己中って感じ。<laughs> 俺、同僚だからわかるんだよ。親を金持ってそう。まあ、みんなそうか。この番組に出てるみんな。 決めつけ激しいよね、俺。ごめん、ごめんなさい。ニコニコしてるな、こいつ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょこれは、これはかわいい。<laughs> ニコニコしてるね。気に入ってんじゃん、もう。<laughs> 言う性格を一と言で言うとかわいくてセクシー。見た目と性格を。 合体させるの <laughs> あ,あ可愛く笑,笑ってればいいと思ってるね、こいつ。お互い後悔しない恋愛がしたい。可愛いけど性格はもう何とも言えないですね。お白いスーツ来た。おちょっとワイルドな感じ。王人っていうんだ。 ほっとなれないしてみたくてはい分かった分かったみんなそうしたくて来てんだよ <laughs> あれ登場人物はこれで終わりか123456789人あれちょっとどれがお男の方が多いおなか4人しかいない俺はようこそ,その地獄へようこそここで生活してもらって与えられた食材で自炊する えここでは自分の職業と年齢を明かしてはいけません。なるほどねてあれ。天国島でできることだから。意味わからん。なるほど。カップルしない限りは脱出できない。で、女の子一人足りない。<laughs> なるほどね。なるほどね。明日から開始でカップルになって脱出する。島の旅を楽しみください。なるほどね。 皆さん、地獄島はどうでしょうかまあ、ちょっと面白いよね。みああ、くだらんけど見ちゃうん、ような番組ですね。では、この動画消されなかったら、えっ、ー、と、またやりますんで、よろしくお願いします。バイバイ。